バトルシップは2012年のアメリカ映画である。ハズブロ社が販売している同名のボードゲームを題材としている。ユニバーサルピクチャーズ100周年記念作品。2億ドル以上の高額な制作費が投入された。全米公開はもともとは2011年公開を予定していたが、2012年5月18日公開に変更された。そのため、 2012年4月13日に公開された日本を含むアジア、ヨーロッパの各国では制作国のアメリカより先行して上映された。日本でのキャッチコピーは人類の明日をかけた戦いは海から始まる。アメリカにて太陽系外の地球型惑星との交信を試みる国際ビーコンプロジェクトが立ち上げられハワイ、オアフ島に作られた送信施設より 送信が開始されて、数年後の2012年、世界14カ国の海軍将兵2万人が参集する艦隊併用合同演習が開催されようとしていた。参加艦艇の一隻であるアメリカ海軍所属アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ジョンポール・ジョーンズの乗員であるアレックス・ホッパー隊は、恋人であるサマンサとの結婚を彼女の父親であるシェーン・テイトクに認めさせようとしていたが、 同じく演習に参加していた海上自衛隊の永田一等海佐と喧嘩雑多を起こしたことから印象を悪くし結婚を認められるどころか演習後の懲戒免職処分を突きつけられる。そんな中開催された演習であったが時を同じくして宇宙より正体不明の5つの物体が太平洋を目指して降下してくる。そのうちの一つは 衛星軌道に浮かんでいた人工衛星と激突して分解し、中国、香港を中心として世界各地に落下、大規模な災害を引き起こす。残った4つの物体はハワイ近海のリムパック艦隊近辺に降下。その正体を調べるべく、リムパック艦隊はアレックスの兄であるストーンを指揮官とした文献隊を派遣することを決め、ストーンが艦長を務めるアーレイバーク級。 ミサイル駆逐艦、サンプソン、長田が艦長を務める混合型護衛艦、妙、孔、そしてアレックスが上艦するジョン・ポール・ジョーンズの三隻が派遣される。アレックスらが副合艇にて会場に姿を表していた巨大な物体を探索していた最中、突如、物体から強大なエネルギーフィールドが展開され、ハワイ諸島全域を追いつくし、 文献隊の三隻の駆逐艦は、より外洋にいたリムパック艦隊から隔離されてしまう。さらに構造物の周囲の海中から異星人の大型機動兵器三機が出現。文献隊が威嚇射撃を行った結果、大型機動兵器がそれを敵対行為とみなし、三隻の駆逐艦に反撃を開始。強力な電波妨害によって戦闘力を削がれた三隻は、 六に王者もできないまま集中砲火を受けたサンプソンが撃沈され、ストーンを含めた上院全員が戦死。ジョン・ポール・ジョーンズも資金弾を受け、艦長、副長を含んだ上級士官が多数戦死してしまい、艦内生存者中裁先人のアレックスが急遽艦の指揮を取ることとなる。アレックスは兄を殺された怒りに任せて突撃をかけるが援護しようとした。 長田の妙皇も被弾して撃沈されてしまい、部下からの説得でアレックスは攻撃を取りやめ、長田を含んだ妙皇のクルーの救助を行い、一時撤退。さらに、艦に乗り込んで白兵戦を仕掛けてきた異星人の一部を何とか退けたアレックスらは長田らの協力のもと反撃のプランを練る。 異星人の攻撃兵器がハワイ各所の軍事施設や幹線道路を攻撃する中、孤立無援となったジョン・ポール・ジョーンズはアレックスの指揮の下、異星人に対して反撃を開始する。長田の発案により敵に察知される作敵レーダーを使うことなく海上の津波部位を利用して敵の位置を突き止め3機の大型機動兵器を次々と撃沈する。一方、 異星人の目的は、ハワイの送信施設を占拠し、人工衛星を利用して、仲間に通信して呼び寄せることと分かり、アレックスはサマンサからアンテナを破壊してほしいと、無線通信を受ける。しかし、ジョン・ポール・ジョーンズは、異星人戦の最後の一機を撃破するも、さらによそから飛来した、攻撃兵器によって破壊されてしまう。アレックスは辛くも脱出した日米の将兵たちに、 すでに役目を終え記念館となっていた70年前のアイオワ急戦艦水売りを使って反撃に出ることを提案するが、旧世代の蒸気タービン推進艦であるため、現役乗組員たちだけでは動かすことができないと反論される。だが、そこにリムパックに招待されていた水売り隊役乗組員の老人たちが現れ、協力を申し出た。 記念館から戦艦へと復活したミズーリに乗り、アレックスたちは最後の反撃に出る。これまでの戦いの経験から、真正面から挑んでも勝てないと悟ったアレックスは、敵前で怒りを下ろして、ドリフトのような急回答を行い、これまで立ち打ちできなかった爆雷攻撃をかわした上に、敵の側面に回り込むことに成功。戦艦ならではの怒涛の攻撃を浴びせ、 エネルギーフィールド発生装置を破壊し、展開していたエネルギーフィールドを消滅させることに成功する。ミズーリは爆雷攻撃を受けて第三砲塔を大破させられるが、戦艦誘への重装甲により、過後沈没させるほどの被害には至らなかった。そして、残された最後の砲弾を送信施設に向けて発射し、破壊することに成功する。だが、異星人戦は、 完全に沈没はしておらず、最後の反撃に出て攻撃兵器を射出するがエネルギーフィールドに阻まれて、それまで救援に来られなかった空母艦載機が駆けつけて、それを撃墜し空爆を加えたことによりついに完全に破壊された。約2億5000万ドルの予算の下、2010年にオーストラリアのゴールドコーストでの撮影開始が、 計画されていたが、制作会社側は、同国政府の税制措置のために、ロケ地を変更することにした。撮影は、アメリカ合衆国ハワイ州のマウイ島、オアフ島の他に、カリフォルニア州のシャーマンウォークスやプラヤデルレイでも行われた。さらに、ルイジアナ州バトンルージュでも撮影された。サイエンスエンターテイメントエクスチェンジが、科学交渉に協力した。 3D では撮影されなかった。劇中の戦艦ミズーリの航行のシーンは CG ではなく本物である。実際のミズーリがカンドックでの定期点検を終えハワイの展示場所に戻ってくる途中の経流される前実際に動かしたところを撮影している。本作では日本の防衛省は公式な協力はしていないが冒頭では2010年のリムパックに参加するため パールハーバーへ寄港していたアタゴとアケボノの姿が映されており、別のシーンでは撮影時にたまたまパールハーバーに寄港していた霧島及びその乗員が撮影に協力している。エンドロールでは JDS 霧島のクレジットが見られる。撮影は2010年9月に行われた。2億ドル以上の制作費に対し、アメリカでの興行収入はわずか6500万ドルに過ぎず、 工業的に失敗した。日本では、浅野忠信が出演していることもあって、評判となり、14億延長程度の工業成績を上げた。2012年度は、対策映画が、洋画放がを問わず、ヒット作が多く、国内公開映画総合では44位、洋画全体で14位となっている。全世界工業成績は3億300万ドル。批評家からは酷評されており、 ロッテントマトズでは209件のレビューで、支持率が34%、平均点が10点満点中4.6点と低い評価を下されている。ローリングストーン氏のピーター・トラバースは2012年の年間ワースト映画の一つに挙げており、現在のところワースト1位であると評している。第十三回ゴールデン・ラズベリー賞において、最低作品賞、最低監督賞、 最低脚本賞、最低助演団優賞、最低助演女優賞、最低スクリーンアンサンブル賞の計6部門にノミネートされ、その中で最低助演女優賞を受賞した。2012年4月24日にピーター・デイビッドによる小説版が発売され、同年5月5日には鈴木英隆氏による翻訳版がリンダブックスから発売された。 内容は概ね映画に沿っているが、退役軍人らが日本人をミズーリへ迎えることに反発する場面や、友達作戦への言及など映画にはない場面も追加されている。ありがとうございます。